イルザックはフランス、グランテスト地域圏、オーラン圏のコミューン、ミュルーズの郊外にある。1798年にフランス共和国に併合されるまではミュルーズ共和国の一部であった。イルザックは人口において県内4のコミューンである。コミューンはモダンアイム地区、カトルセゾン地区、A36 道路によってコミューンた地区から切り離された。 防板地区とで構成される。このコミューンの名称の一部となっている、イル川はイルザ州内でドレール川と合流する。カトル橋川もまたコミューンを横断し、かつてはモダンアイム地区の製粉所に水を供給していた。これらの多くの河川は、イル川の洪水対策の観点からイルザックに流れるようになっている。イルザックには A36 道路が通じる。鉄道駅はないが、 最寄りのミュルーズ中央駅までバスで行くことができる。この地に人が定住したのは紀元前4世紀頃である。農民は現在のモダンアイム工業団地の場所に長方形の小屋を建てていた。ガロローマ時代のイルザックの名はウルンシスであった。ローマ街道が交差する戦略的な位置にあり、温泉の存在で証明されるように小さな定住地であるウィクスは それなりの繁栄をしていた。しかし、この地は、外からの侵略の経路でもあった。数回の破壊を経て、4世紀半ばに、集落は要塞化された。5世紀半ばには、ゲルマン人の補助的な駐屯地であった。1437年、ミュルーズ共和国は、イルザックとモダンアイムの村を3200フローリンで、購入した。イルザックはこの出来事で、共和制を経験し、 フランス革命まではヘルベティア連邦と同盟を結んでいた。しかし、ミュルーズを守る城壁の外側にあるために、ムラムラはミュルーズを確保しようとする共和国の貴族たちの争いに苦しめられることになった。イルザックとモダンアイムは数度の破壊を経験している。1444年にはアルマニャック派軍が、1446年には隣接するレギスアイム領主が、 1468年と1589年にはハプスブルク家軍が村を侵略した。1798年、ミュルーズ共和国議会は最後の議会でフランスへの併合を採決した。イルザックとモダンアイムはフランスのコミューンとなった。系統的な爆撃を受け続けた末、1945年1月20日、イルザックはドイツ軍の占領から解放された。 伝説に、三人のイルザック住民の話が伝わる。町の料理屋で飲食した彼らは、イル側に出かけ、川もに移った月を手にした傘で釣り上げようとした。この話が見過ごされることはなく、イルザック住民は愛称を、ガツを釣る者という。コミューン内のナポレオン島には、南アルザスミュルーズ商工会議所が管轄する、証拠がある。他に、 面積3万平方メートル以上の大規模ショッピングモールがある。参照元イヘスト INSEE。ありがとうございます。